はい、皆さんこんにちは、マグロヘッドです。今ですね、緊急で動画を回しております。マジで緊急。つい先ほど原神開発チームの Q&A が公開されたんですが、これね、目次というかこれタイトル見て、一部の元素反応ダメージを情報修正、非常に気になることが書かれています。まだね、細かくは見れてないんですが、今から確認していきたいと思います。一部の元素反応の基礎ダメージを情報修正。基礎ダメージ情報修正。開発チームは皆さんが戦闘中に繰り出す元素反応の使用状況に注目してまいりました。より多くのキャラクターやチームが活躍できるよう、バージョン 5.2 から株価超伝導感電氷砕き氷砕き強化きた反応の基礎ダメージ情報修正おー、まあまあなるほどね。やっぱりまあ蒸散系の蒸発とか妖怪とかも強いから、こういう固定ダメージ系が強化されると。でしかもまあ草元素が登場してから、もうカフカとか超伝導感電はまあ強かったと思うんですけど、まあカフカ氷砕きもね、結構厳しい元素反応だったので、この辺テコ入れ入るか。現在この調整はすでにバージョン 5.2 テストサーバーで実装されています。なるほど。戦闘体験をより良いものにできるよう、調整後のデータを引き続きチェックしてまいります。あ、これだとなんか僕、創作体験サーバーでもう知ってんだろって思うかもしれないんですが、あの、知らないです、やってないです。なので、安心してください。今初めて知りました。いや、これ熱い。まあ、どう変わるかだけどな。ダメージどんぐらい伸びるか。カフカだったらシュブルーズ熱いでしょ。超伝導ガイア、まあ、超伝導でも元の倍率めっちゃ低いですからね。どちらかというと物理強化方面伸ばしてほしい感じもあるけど、まあまあダメージが伸びると、で感電もともと結構強いですからね。ダメージもそうだし、感電という元素反応自体、まあ、使用上強いですから、これ感電もだいぶ熱いんじゃないかな。で氷砕きまあ僕も動画でやってきましたけど、氷砕き左右だったりとか、氷砕きカーベもありましたね。はい、まあ、そのあたりのキャラがさらに強化されるのか。まあ、氷砕きそもそもボスに入らないので相当強化してほしいですけどね、個人的には。まあこの強化幅次第では超開花みたいな感じで熟知をがっつり持ってカフカを起こすとかもうやりやすくなると思うので、楽しみですね。あの、環境変わってほしい。で今回他にもシステム改善情報がたくさんあります。順番に見ていきます。まずトレジャーコンパス、より多くの宝箱を探すことが可能に。今後はトレジャーコンパスで時間制限挑戦とか、まだ目的地についていない洗礼とかも探せるようになる。おー、すごい。今までは宝箱として置いてないと反応してくれなかったですもんね。今後はギミック系にも対応すると、これ相当楽になりますね。まあ今後ナタの探索とかでも早速活かしていけると思うので、ありがたい。さらにトレジャーコンパス&神の瞳の共鳴石がエリアに応じて自動切り替えになります。素晴らしい。まあ、今後はクイック切り替え機能をオンにしておけば勝手に変えてくれると素晴らしいんだけど、まあ、もうナタ以外全部 100% だからまあ今後ね、あんまり恩恵感じないかもしれないけど、まあまあまあでも嬉しいですね。これ新しく始める方とか、まあ、初心者の方にとっては、神改善ではないでしょうか。さらに生物の自動ロック機能がアップグレード、ワンボタンで楽々解決。もうなんか原神側で生物のロックの設定を作ってくれていて、これにチェックを入れるだけで勝手にね、まあ、重要な生物とかをロックしてくれるようになると。例えば会心率会心ダメージの両方が含まれている生物だったり、いわゆる一致杯とか、冠の会心系をロックしてくれるとか、まあ、そういったものが作られています。まあ、確かにこの辺の生物って、まあ、大体ロックすることになるので、とりあえずチェックつけておくのが安全になりそうですね。さらに生物の星マーク機能が登場。これ今ざっと読んだんですがよくわかんないですどういうことなんだろう。まあロックマークとまた別のマークが追加されたので、まあこれを管理にね使ってくださいという感じです。はい、そして生物の獲得順で表示機能が追加されます。これ欲しかったんだよな。獲得したばかりの生物をすぐ確認したいなんてことはあると思いますが、今後はそれも確認できますよと。これなんで欲しいかっていうと、あのミスクリックして新しい生物確認できなかったみたいなことたまにあるんですよね、僕とか。でそういう時に、まあ、ニューがついてる生物全部確認するの大変じゃないですか。あ、もしかしたら今の神生物だったかもしれないけど探しに行くの大変だなっていう時に、まあ、これを使うことで、まあ、すぐに最初の生物が分かると、まあ、あとナタのあの部族の宝物庫で拾った生物とかも一気に確認しやすくなったかな。さらに武器を獲得する際の表示が改善されます。
入手済みの武器の状況を一目ですぐ確認できるよう、鍛造ショップ機構画面にバッグ内にある該当武器の数、レベル、精錬ランクが表示されるようになります。これも欲しかったやつ。まあ、特にやっぱ機構武器ですよね。毎回機構選ぶときに今これ何凸だっけっていうのを毎回迷ってバッグ確認しに行って、じゃあ選ぶっていう風に、まあ、2度手間3度手間だったので、まあ、今後はその辺も一目で分かるようになると。まさに鍛造とかでも、この辺役立ちそうです。続いて幻想シアターの調整。バージョン 5.2 から祝福レベルによって特別招待キャストにもたらされるバフ効果が 100% アップします。ああ、これはあの幻想シアター中に入るバフですよね。まあ、あれが、よりね、特別招待キャストは多くなると。まあ、さらに公演準備画面においてキャラクターとボスのタグを追加。バージョンアップ後、各キャラクターに元素タイプ、オンフィールド、オフフィールド、アタッカー、サポーター、ライフキーパーといった分類が追加されます。ライフキーパー。あ、すごいですね。オンフィールド、オフフィールドとかってよくまあ攻略で使われる用語なんですが、まあこれがもう公式で導入されると。さらにライフキーパーというのは、まあヒーラーとかシールダーさんのことですよね。まあそういった役割のことを今後公式はライフキーパーと表現するようです。でまあ結構ね、メインアタッカー、オンフィールドアタッカーばっかり選んでしまってちょっとバランス悪くなるみたいな、パターンもあると思うんですが、まあ、今後そういった役割が明確に出ることで結構バランスよくキャラを取れるんじゃないかなという調整ですね。まあ、さらに選択したキャラクターの分類が一目瞭然になると、まあ、役割もそうなんですが、元素も分かりやすくなっています。まあ、さらにボスアイコンを押すとボス情報と有利なキャラクターを確認できるので、まあ、あらかじめね、あの最後のボスとかで積んじゃうとあれなので、事前にボスの弱点とか有利なキャラを確認しておいて編成しようという感じです。また全ての幕を続けてクリアしたいというみんなの意見も反映したぞ。バージョン 5.2 からは結果画面に次の幕へボタンが表示されて、まあ、それを押せばスムーズに進めることができると。これ欲しかったやつ、ずっと言ってたやつ。まあ毎回あの幕が終わった後本から出されてましたもんね。でまた本開いてっていう風にやっていたので、これは欲しかったですね。ようやく来ます。はい、そんなわけで今回の Q&A 以上なんですが、いやー見応えあった。うん、まず元素反応の強化めっちゃ気になるし、最近マイバージョンシステム改善来ていますが、今回もいっぱいありましたね。まあ、しかもなんかね、痒いところに手が届く、あーそれ欲しかったよなっていうのが結構いろいろ今回追加されますので、全部が 5.2 で来るのかわかんないけど楽しみですね。まあまた全ての強化された元素反応の動画を投稿したいと思いますので、よろしくお願いします。では今回の動画は以上です。皆さんありがとうございました。それでは。